こんにちは。樋口一葉の日記、若草の2回目。明治24年7月25日から8月1日までをお送りします。25日、晴天。今日は小石川稽古なり。よべ仕上げたる縫い物に日のしなどして出立。田町より車を取りてゆく。今日は少し遅刻なりけん。もはや4人ばかり来たまいたり。昼ころ南な帰宅せらる。2人見たり残りて今1台読み交わす。3時ころ帰宅す。頭糸痛くて線形もなく苦しければ、今宵は10時に床へ入りぬ。夢に襲われて怯えなどす。頭の足ければなめり。26日、忍ばずの蜂巣、入屋の朝顔、この頃花盛りという。28日、昼は晴れ、夜に入り手より雷雨糸おびただしく、11時頃には矢の上打ち貫くように降る。ふけてや闇剣。29日、空名残なく晴れ渡りて、少し風さえ吹きそわりつ、糸暮らしよきひなり。昼過ぎ、母君神田へ行きたもう。その頃より、また空曇りきて大粒なる雨降りきぬ。帰らせたもう頃にはまた晴れぬ。夜10時頃より雷雨おびただしくす。30日。今日の新聞に見れば、一昨夜横浜の大雷雨なりしという。東京のみにはあらざりしなり、地方出水の模様あり、おどろおどろしきこととや、意図おぼつかなし。今日は春木座の胸上げ式なり、昼過ぎより先は浴衣縫う、夕刻大方出来上がる、三枝新君来る、母君、例の土産物をくるる。夜に入りて、また雨降る。31日、晴天。浴衣、縫い上がる。午後より書き物。明日、小石川稽古なれば、この夜1時まで起き入る。8月1日、晴天。朝6時半に宅を出て小石川に行く。いまだ誰も来たらざりし。死の君としばし物語して菓子など賜る。この次の仕立て物頼まる。友達の君は8時頃に揃う。大方は秘書に赴き賜いつれば、来週者も多からず、十人ばかりなりき。第二つ。午後2時ごろ諸君帰る。後にてまたしばし物語して3時ごろ帰る。前島君より小説本村竹及び類項少子12冊かる。この日、佐々木君代わり岡村来る。死の君に貸しを来たる吸入器の催促なりけり。所在不文明にて、痛く当悪したまいけり。きねじょ、いとまをこいて、里へ帰るという。されども死の君は、さまで不自由を憂いたもう様子なし。我が宅へ帰りしは3時過ぎなりし。例の小説気違いとて、
この夜十時まで取り付き限りにて十冊ばかり読みぬ。知れたる技なりや。国子、今日関羽君にて反物をもらう。幾度となく取り出しては打ち眺めたるは、嬉しさになめり。この夜山下次郎来る。直和君大病のよし。やぐ仕立てもらいたしとてなりけり。今日はここまでといたします。ありがとうございました。